はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は高難易度のこの木馬のやつですね、やってなかったということでやっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、まあ敵として木馬って言ってるんで、あのやべえやつが出てくると思うんですよ。そうですね、オデュッセウスが出てくるとやばいと思うんだけど、オデュッセウスはプレイヤー側全体にトロイの木馬状態、トロイの木馬状態は付与された直後はプレイヤー側にとって有利だが、一つだけ罠が含まれている。罠のトロイの木馬はターン経過で弱体効果に変化。罠かどうかは見た目ではわからないが、罠には弱体解除が有効。オデュッセウスはバトル開始から無敵なので守りを固めているが、罠を発動すると攻撃に転じ、ダメージを与えやすくなる。オデュッセウスの HP ゲージを1回ブレイクするとチャージを最大まで増やして防御強化状態解除の方法を使おうとする。バトル開始からしばらくの間はプレイヤー側の強化解除耐性がダウンしているので直撃を受けないように対策しようということで、もう悪魔的ですね、言ってることが。強化解除対策しろよと言われたので、まあそのパーティー編成作っていこうかなと思います。というのでガチパです。まあこれに関してベニエンマの特攻自体は入らないんですが、強化解除耐性アップ持っているということで無理やり耐えます。はい、行きましょう。なのでね、1ターン目とか宝具ガンガン打っていくっていうよりも、ちょっと耐久してやっていくっていう感じでやっていこうかなと思います。はい、まあ耐久していいのか悪いのかはなんかあんま分かんないんだけど、まあうまいことできたらいいねっていう感じかな。はい、というので無敵、あ、無敵3回も打ってくるんだ。へー、で、なるほどね、これがデバフか。防御強化状態を受ける確率をアップ、3ターンでトロイの木馬で罠の場合は弱体解除可能。まあとりあえず、うわ、ずっと無敵打ってるやん。攻撃時対象 のトロイの木馬の残りターン数が1ターン短縮する。まあというので、じゃあちょっと一回無敵打って、まあ、ちょっと遊んでいこうかな。第3スキルが強化解除耐性アップしてくれるので、ここがねちょっと良くないので、うん、まあとりあえずうまいこと宝具回していこうかなって感じ。まあ、キャストリアに攻撃が行ってしまうとちょっと怖いんですがって感じなんだけど、まあまあまあキャストリアの宝具は打たないといけないなって思うので、まあやっていきましょう。この無敵しかも解除できないから無敵貫通するの前提なんだね。まあ多分後々時間が経ったら無敵解除できるとは思うんだけど、まあ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  NP 加速ね、ミリオムコね。で攻撃されるとトロイの木馬が進行していくと、で進行して最終的に、弱体を発生させる罠の可能性があるのか。だから次のターンちょっと怖いけどって感じなんだけど、どうしようかな。普通に耐粛性防御打っていい気がするんだよね。打っていい気がするので普通に耐粛性防御打ちます。でもう宝具に関してはガン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 回していこうの精神なので回していきます。おう、OC200% にして1段階引き上がってるから、天草の霊装と合わせると対粛清防御がなんと5回打てるという、便利ですね。で弱体解除が有効だぞって言ってたけど、これ弱体解除入ったのに弱体解除されてないっていうことは、あれなんかな、デバフにはなってないっていうこと、なんかようわからんな。この発動が終わったタイミングで弱体解除するべきなのかな、ちょっとわかんないんだけど、まあ、とりあえず宝具回転率ガン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 上げていきましょう。もうプーリンの宝具とキャストリアの宝具さえ回しておけば今は OK っていう感じなんで、まあアーツ性能アップに関しては後々打てたらいいなーっていう感じだけど、今はいらんね。でキャストリア溜まって、よーし OK。 というので次のターン、宝具ってくるから、ちょっとそこ怖いか、ぐらい。で、ノーエフェクトになった。あ、じゃあ、あれだ。本当に弱体じゃなかったんだ。というので、第3スキル打っておきましょう。ここで強化解除耐性アップして、一旦、ちょっとお茶濁しします。はい。アーチェインです。で、これ一回終わったら、普通にぶん殴ることできるのかな。これで殴れんかったら、無敵貫通持ってこないといけないじゃんっていう話になるんだけど、大丈夫かな。で、強化解除耐性アップはこっち 100% 上がってるんで、絶対耐えてくれるんだけど、こういうこと考えると耐粛性防御って強いよなと思う。
採取性防御というより強化解除のやつですね。あれは強いよなって思うね。え、これもしかしてあれ、ずーっと無敵パターン、無敵貫通持ってくるの前提っていう感じな気がしてきたんですが、そういうことですか。うわー、これはですね、あれですね、あの初見ではほぼクリアすることできないっすねこれはね、なんか高難易度っていうよりも、まあ AP5 しかね、ん?消費しないからね、まあ別にいいっちゃいいんだけど、これはよろしくないですね。はい、ちょっとパーティー編成変えてきましょう。というのでパーティー編成変えてきたんですが、こんな感じです。で、やけど特攻を入れて指揮さんでぶん殴ればいいんじゃねって思ったんで、これでいきます。レッツゴーです。睡眠状態、攻撃はできる、防具封印、こいつらが持ってる。うわー、お俺この高難易度に翻弄されまくりすぎなんだけど、マジで本当に。というより防具封印するわ、常時無敵打つわ、ちょっとギミックひどいなもうこれ多分変になんか考えるよりも無敵貫通でぶん殴った方が早い気してきたから、ちょっと無敵貫通でがっつり殴っていきます。まあただキャストニアの宝具を1回打たないといけないっていうのがあるんで、そこだけちょっと意識した上でやっていきましょう。キャストリアの宝具次のターンにできたら打ちたいんだよね。で、やけどちゃんと入ってるからそこは大丈夫で、キャストリアの宝具は溜まった。レディアバロンに攻撃がいくのは別にいい。で、そこは攻撃痛い、本当に痛い。で、このタイミングでまだ、防御の確率は大アップしているので、対粛清防御でやけど入れつつちゃんと殴っていきましょう。いや、この高難易度さ、まあなんとなくやってなかったんだけどさ、だやばい、言うのやめておこう。なんか言ってはいけない言葉を言おうとしたけど、まあ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 、まあ、大変な高難易度ですね本当に。そりゃなんか切り継ぐが結構刺さるわみたいなこと言ってる人の気持ちがわかるわ。確かにこれ切り継ぐ刺さるわ。で、なんとなく四季さん連れてきているだけなんで、特に理由というものはありません。よし、ということでぶん殴っていくんだけど、どうしようかな。まあとりあえずアーツバフは入れないといけないんで、アーツバフ入れて、でアーツバフも入れて、どうせだったら四季さんの宝具で1回ぐらいぶん殴っとけばよかったな。攻撃上げて、攻撃上げて、 NP 獲得量アップどうしようかな。キャストリアを生かすか、あ違うわ、どうせ結局ね、後ろ側に持ってきているこのナイチンゲールに関しては味方単体しかやらないんで、ナイチンゲールが落ちる前提でどっちの方が落ちてほしくないか、風鈴かキャストリア、どっち生き残ってほしいか。正直キャストリアじゃないって感じがするので、こうします。はい、こうした上でちゃんとバフって、強化解除一応しておいて、何?強化解除が外れてしまった。あれ?これもしかして、あ、強化解除耐性アップしてました、そりゃそうやわ。というので殴って、アーツ性のアップも入れておいて、スター獲得でクリティカル確実にできるようにしておきましょう。で、ぶん殴る、これで OK。OC ガン上げして、アーツ性能もガン上げしているということで、多分倒せなかったにしろクリティカルのこと考えたら飛ばせるんじゃないかな、宝具連発はできるんじゃないかなって思ってるだけなんで、ちょっと怖いかも。というかここで仮に倒せないと普通にやばくないか。飛ばせてよかった。60万ぐらい火力出てますね、ありがとうございます。というので飛ばすことによって相手チャージいろいろ上げてぶん殴ってくるよっていう感じだよね。 OK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  でさ、思ったんだけどさ、こいつ強化解除ブレイクしたら毎回防具ぶち切れで打ってくるんかな。それだったらそれだったらで、ね、強化解除耐性アップのスキルを持っておかないといけないっていう話になるから、ちょっと大変っていう感じになるんだけど、まあ何とかなるやろ、
なんとかなるんかな。特殊耐性アップしてるんだよね。防御力アップしてるっていうのもちょっと怖いんだけど、ここあえてちょっと貫通できるかやってみようゲーミングしてみましょう。やってみようゲーミングをする際に、NP 獲得量アップしてキャストリアの攻撃力アップを入れた上でぶん殴る。でこれで行くかどうかなんだよな。一応防具強化もされているのである程度火力も出るはずなんですよ。って考えると結構いい感じになってくれるはず。たださっき60万だったからな、ワンチャンあれかな、20万ぐらいに落ちてるのかね。ゼロとかにならない。おお、思ったより削れた。ぶっ飛んだ。やったぜ。でここでブチ切れるんですか。さあ決着をつけよう。あ、ここはブチ切れしないんだ。ほな、ほな、じゃあもう一回打たせてもらいますね。あー、よかった。最後の最後はちょっと優しいんだね。なんかお気持ちね。なんかブレイクもう一回してきそうだなーとか思ってたんだけど、しなかったからよかったです。っていうのと、白銀の鳩は気づいてしまいました。やけどが入っていないということに。つまり、やけどの 40% バフは入らないという話になるので。さすがにまずいか。特殊耐性2段階アップだぞ。あー、開けろ。結構削れるんだね。23万削れてる。やっぱりあれだね。四季さん、防具強化とかいろいろ入ってるから、相当いい火力出てくれますね。本当に。強えやって今ふと思ったわ。で、もう知らねえ。俺はもう四季さんでぶん殴るんだ。この高難易度はね、正直二度とやりたくない。これ動画さ、あの割愛とかされてるからさ、下手し20分ぐらいの動画になってると思うんだけど、裏でね1時間ぐらい死んでるんですよ。うーっていうね感じになってるんで、もう僕はねやりたくないから、もうガンガンぶん殴ります。もう無敵貫通をいろいろ入れたいった上でぶん殴るんだ。ただここでまずいことが起きてしまいます。2万6000残ってしまった。防御力アップが2段階引き上がっている状態で飛ばすことができるのかというお話。クリティカルをするかしないかのお話なんだ。クリティカルしたら多分いけると思うんだけど、おー怖いけど、ほぐったらいけねえな。というのでね、あーキャストリアーありがとう。消えていった。あ、今日ちょっと待ってよ。おーい、あけど逆にこれいいか。では攻略を開始するって言っていろいろやってくるけど、体力9200でしょ。トルデのコマンドがあればいける。え、さすがに飛ばすかな。デタラメプランニング、無敵貫通、一応回避も入れておいて頑張れ。これで9000ダメージを与えてくれ。デタラメプランニングっていいバフですね。はい、というので今回高難易度オジステウスのやつですね、遊んできたんですが、こんな感じとなっております。正直相手のギミックがね鬱陶しいので、もうギミックを貫通するっていうのが一番いいかなと思います。まあ、特にハニーレイクとか無敵貫通レースを用いてぶん殴っていくっていうのが一番いいなと感じたので、まあサクッと攻略していきましょう。普通に難易度はめんどくさかったです、正直。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。